超かっこいい。超かっこいい。いや、ステッカーのコラボって聞いて、うわ、何なんだろうなって、あんまりグッズとかね、すごい買い漁るタイプじゃないんですけど、このレウスは、かっこいいな。というわけでね、モンスターハンターライズにとどまらないですけども、まあ、コラボが止まらないといったとこでございましょうか。ちょっとだってこれさ、モンスターハンターライズのステッカーが出るよって言われた瞬間だけだと、まあ、グッズそんなに興味がない人は、ああ、そうなんだ、ぐらいだけど、このイラスト見ると、ちょっと欲しくなるよね。お届け開始日が2021年9月22日って書いてあるんで、先ほどお伝えした、千眼園のコラボとちょっとずらすか、ちょいかぶりぐらいに なることになるんですかね。でもまあ、コラボ自体は開始してるから、まあ、注文はもう、予約はもう、開始されてるのかな ?440 円ですね。でね、この B サイドラベルとコラボって書いてあったから、B サイドラベルとは一体って思って調べてみたんですけども、ちょっと面白いね、会社概要だったんですよ。B サイドラベルとは、ステッカーを媒体に誰もが気軽に見て楽しめるポップアートを表現している集団。現段階ではステッカー屋ですが、将来はステッカー屋にとどまらず多くのアーティストが所属して音楽業界のように広い大衆が注目するポップアート業界を作りたい。そういう意味を込めてあえて音楽業界の所属を表す言葉レベルという言葉をレーベルねという言葉を、社名の中に用いましたと。 B サイドラベルの目指すステッカー、我々が考えるステッカーとは貼ることが貼ることで最も身近なアートを表現できるものであるということ。ブラックなギャグからキャラクターもの、世情を映したものなど表現に制限はなく、とにかく限られたスペースの中で既存のアートと言われるような敷居の高いアートではなく、誰もが気軽に見て楽しめるものを創作することを第一に制作しています。そしてここ要注目。B サイドラベルのステッカーのクオリティ。B サイドラベルの制作するステッカーは全て防水 UV プロテクト加工をしており、車、バイク、スノーボード、スーツケースなど屋外での使用に適しています。ガンガン外に貼ってアピールしてくださいませ。ってことになってます。なんで、このクオリティのラベル、ステッカー。ラベルとステッカーってなんか違うのかね？ラベルって、そのブランドみたいな感じ？ステッカー、なんか私ワインとかに貼ってあるね。ラベルって、シールのことだと思ったけども、あれはレーベルなのかな。まあ、さていいでしょう。で、ステッカーが、まあ、ハイクオリティなステッカーが、まあ、防水で UV カットとか、だから色あせたりしにくいってことかな。で、多分ね、きっとカバンとかに貼りやすい素材になってるんですかね。で、ここの、会社のお話を見ると、どうやら、今はステッカー屋さんですけども、将来的には、アーティストが所属してってことなんで、これ個人で注文できたりすんのかな個人はさすがに難しいか。いろんな、敷居あるもんな。例えば、モンハンのリオレウスもいいけど、クシャルダウラお願いしますって言っても、俺個人でクシャルダウラ頼んじゃったらね、向こう勝手に作れないもんね。だちょっとそこわかんないんだけど、まだしっかり見てないから。でも、多分、アーティストが所属してて、まあ、何かしらの形で依頼できるようになってて、で、だここの、この、リオレウスの書いてる人に、作ってる人に、デザインお願いできちゃうってことがね、今だったら例えば、個人だったら VTuber とかね、チャンネルのグッズとかね、そういう感じかな。ちょっとね、細かくわかんないけども、ちょっとすげえかっこよかったんで、一個一個見ていこうか。お供、ガルク。モンスターハンター、ガルク浮世絵。いや、かっこいい。このさ、このガルクもそうだし、こっちのアイルーもそうなんだけど、これ、元のモンスターハンターのイメージを全く崩すことなく、なんつうの、この和のテイストをがっつり乗っけて、しかもスタイリッシュで、そのキャラクターがやりそうなポーズをしっかり撮ってるっていうね。だってもう、音もアイルーもめっちゃかっこいいんだけども、俺個人的にはね、このモンスター以外だとね、服づくがめっちゃかっこいい。なんだろうね、この服づくっていう文字と、首掛け、カムラの首掛けがなかったら、まあ、かっこいい和のフクロウなんですけども、もうやっぱりこれがなくても、モンスターハンターライズやってる人には、服づくってわかるよね。この柄の、花札が欲しいです。これで参考をね、狙っていきたいですね。そして、
四つ見ワード、カッパガエル四つ見ワード。浮世絵風かっこいいな。このなんつうのモンスターのさ、あの戦ってるモンスター、狩りで戦ってるモンスターのイメージは全く損なってないから、なんつうの、まあ、単純に四つ見ワードの株が上がるよねこれ見るとね。うわーかっこいいな四つ見ワードってなるよね。そして玉三つね、あーこれもかっこいい、宝庫流玉三つね。これ一瞬貼ってあってもわかんないよね、モンハンってね。しっかり見て、あ、これ玉三つねかってなるけど、遠目にパッと見たら、なんかすげえかっこいいステッカー貼ってあるってなるけど、一瞬モンハンってわからないよね。これかっこいいっすね。そして、先ほど見せた、我らがリオレウス。だけどこれは双竜なんだね、あくまでね。後ろの方に、背中の方に、ちゃんとハンターが乗っております。で、鉄柱主義、かけり虫の糸も表現されています。この辺かっこ、やっぱモンスターかっこいいな。これモンスター全種類欲しいな。なんかソールドアウトになっちゃってるやつもあるんだよね。これは売り切れなのか、サービスがね、一旦そのコラボとかでやってて終了してるのかわかんないけど、セットがソールドアウトなのか。セットがソールドアウトか。そうか。まあでも多分、単品だったらば、まだ全部あるかな。で、ここで、おそらく書いてる人が変わるんですけども、オロミドロ、泥だらけっす。ポップで、可愛い、絵柄もね、ちゃんと用意されている。これ、第何弾とかあるのかな？なんか前にもコラボやっていたような記憶があるので、もしかすると、第何弾とかなのかもしれないですね。このページ見るとね、わかるんですけども、他にもカプコンゲームとたくさんコラボしているみたいですね。そして、寒冷軍刀の鬼の雪の鬼が来る。ゴシャハギ。めちゃくちゃ怖いゴシャハギが非常にポップでキュートな形になっているんですが、個人的に推したいのはね、このイラストはね、人物画がね、むちゃくちゃ可愛いんですよ。お団子娘ちゃん、よもぎちゃん、しばし待たれよ角が生えていて鬼っ子のように見えますけども、これさ、目がさ、黒だけで表現されてるんだけど、もうなんとなく性格が一発でわかるよね。やっぱりこのモンスターハンターライズのキャラは、キャラ立ってますね。で、ツイッターのリプランで、おそらく一番人気だったのが、これ、かっこいいもんね。うつし教官、待っていたよこのお面を取った瞬間ですね。うつし教官、やはり、モンスターハンターライズの中では、男性陣のね、巫女姉妹や、よもぎちゃんの人気が、目に映りがちですけども、まあ、女性陣にとってはやっぱ、うつし教官一番イケメンなんじゃないですか。そして、これ、うふふ。今、ちょっと待って。後ろが消えたんだけど。よく、姉妹になった瞬間、後ろがちょっとね、今、タイムオーバーで消えましたね。うふふ。そうです。この姉妹ですね。目だけでキャラクターの違いがしっかりとわかるようになってますけども、実は立ち方の姿勢によってもね、このキャラクターの個性が出ていると。そしてこれ、一番遠目から見た瞬間に、モンハンライズってわからないのが、この、ゆる人玉取り。めちゃくちゃゆるい。これ、ツイッターの鳥かななんで、すげえ遠くから見たらそんな風に見えますね。で、この、後ろの方に行くと、モンスターハンターストーリーズ2のナビル&月野とか、ね、下の方になると、ここのページ以外を探せば色々あるかもしんないんですけども、モンハンだとね、多分これ前の、やつかな。カプコンコラボって書いてあるけどね、めっちゃセクシーな。いろんな人が書いてるんだけど、どれもかっこいいんだよね。やばくない？もうとりあえずサイト開いて、イラスト見るだけでも、楽しめちゃうかも。あとはね、カプコンのね、そう、ビレッジの、ドミトレスクさんとかね。なんでね、このコラボに関しては、もしかしたら、だからステッカーすっげー調べたらね、過去のコラボ品とか、でもコラボだと期間限定だったりすんのかな？ちょっとわかんないけどね。期間内に一回覗いてみることをおすすめします。というわけで、モンスターハンターライズだけにとどまらないですけども、コラボが止まらないでした。どうも、イカレタコスケでした。